アミューズボワールをご覧の皆さん、こんにちは、中里依紗です。月9ドラマ告白願望、お楽しみいただいてますでしょうか。ドラマもいよいよ佳境に入ってきました。さて突然ですが、前回ムービーでご紹介したこの極悪願望のゆるキャラ、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。そうです、じゃん、この金暮太郎くんです。こんにちは。このつぶらな瞳が可愛いこの金暮太郎くんは、ドラマのオープニングでダンスを披露したり、ドラマのね、なんか至る所に登場したり、ドラマをこう盛り上げてくれています。このそんな大活躍中の金暮太郎くんですが、このマスコットを今回特別にプレゼントしちゃいます。イエーイ。これここにね、イヤホンジャックとかがついてて、結構使い勝手がいいこの金暮太郎くん。しかもこれスマホにつけたりカバンにつけたり、皆さんの身近につけておくことができるので、ぜひ可愛がってください。では引き続き告白願望よろしくお願いいたします。以上、中里依紗でした。バイバーイ。